コランダ TV。 はい、コランダ。お、お疲れ様でした。どうも、コランダ TV のモノユースです。コーチモノユース。今回我々が来ているのは名古屋ラーメン祭り2020。まあ、またやってまいりました。はい、名古屋ラーメン祭り2年ぶりのラーメン祭りですね。今回はね、モドリゲス君初参戦です。中尾さんも今日来る予定だったんですけど、昨日第4回釣りで事故しちゃいましてね、今日板金行って積もりを出さないといけないらしいんで不在です。不在です。まあ、そんな感じで食べていきましょうか。もう、はい、それではレッツコランダー。味噌ラーメンですね。僕味噌ラーメンが非常に好きでして、迷わず味噌ラーメンを買いに行ってました。いただきたいと思います。めちゃくちゃ美味しいですね。今日本当寒くて、マジで寒いんですよ。風がめちゃくちゃ強くて、でこの寒い時にこの熱い味噌ラーメンがしみるしみる。まさにこれこそ犯罪的ですね。おお。僕もね、まあ、味噌ラーメンってことで、僕も味噌ラーメンめちゃめちゃ好きで迷わず味噌ラーメンしちゃったんですよ。ということで食べていきたいと思います。だよこの脳天を突き抜けるようなブラックペッパーの辛さ、まさに犯罪的だ。気が付いたらそうですね、ラーメンを食べて、なんていうか、忘れました。気がついたらそうですね。箸を動かすが止まらなかったです。野生に戻してくれるっていうか、なんていうか、ラーメンってすごいですね。まあね、もう、真面目な食レポなんですけど、なんかカニの出汁使ってるらしくて、はい、それ魚介の濃厚な、はい、もう、これ味噌ラーメンじゃなくて、もうカニの味噌、カニ味噌を使った。めちゃくちゃいいですね。はい、言ってカニ味噌食ったことないんですけど、まあ美味しくいただきます。はい、コランダ TV ポチモンです。はい、今回選んだのは北海道ジャガパイタンミシってやつで、ジャガイモの味がするんじゃないでしょうか。はい、いいですか食べて。あ、どうぞ。並んでましたもんね。はい、これで一番美味しいなってずっと思ってて、あ、僕ちなみに第1幕も来て3個食べたんですけど、マジっすか。全部美味しかったです。この肉ね、この横に長い、はい、すごいね。ついでに僕はあれですね、待ちすぎて伸びましたね。僕も今伸びそうなんで、ポチモさん早く振りして。あ、いいですか、お願いします。はい、では全部ジャガイモの香りがそうですね。はい、美味しい。帰ろうと思ったが、なんだこれは、卵丸ごとプリン、そそるじゃないか。おっと、モドリゲスが一人こそこそ買っている。やっぱり性格は良くても食い地は悪いな。今ちょっと帰ろうとしたんですけど、ここでちょっとこんなものが目に入ってしまいまして、卵丸ごとプリンですね。もう結構プリンが好きで買っちゃいましたね。あら、熱々のラーメン来た後に甘いプリン絶対うまいです。マジで丸ごとプリン、卵ですよね。え、開いてないの？普通に卵です。どうやって作るんですか？まず卵を割っていきたいと思います。はい、待ちに待った瞬間、まさに卵の入学式だ。え、すごい。やばくないですかこれ。バイヤーどうやって作ってるの？それまず、うん、全然わかんない。ありえんぐらい振っとるんかな、ありえんぐらい振って加熱してるんかな。そしたら卵焼きになるか。中で卵焼きになるとこれになるじゃん。ほう、中尾ファンの皆さんにはちょっと苦しい。あ、大丈夫です。中尾ファンの皆さんにちょっと苦しいズレになりますので、何もしょうがちょっと
まずはそこは食べてみたいと思います。あ、なんかなんすか、プリンというより卵に近い感じ、なんていうか、なんだろう、本当に卵の黄身と白身を混ぜたような味。じゃあそれは卵マリゴットプリンじゃなくて卵っていう商品名の方は合ってますか。いやでも食感とかそういうのはプリンなんですよ。あとちょっとカラメルソースつけて食べてみるとどうなるんですか。結構カラメルのことをキャラメルっていうタイプの人がいて、僕ブクロソかと思った時があるんですよね。あ、なるほど、そういう時は想像しておいてあげましょう。カラメルですね。すっげえうまい。